つまりは好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの伴わないホールケーキ、木製の君と踊ってたんだ。クローゼットでもっと今日も小さな体ただ寄せ合って、眠るのさ変わるのさ、想像たやすい安全。私バカな子なの、どこにも行かないで濁った状態の低い目を覚ませ、夜のうちが片付けたおもちゃ、無邪気なまんまでまだ痛かった。好奇心に殺されたようだ。狡猾な術なら試したんだ。部活のあだらないあんな行為、何年の笑みで歌ってたんだ。クローゼットで待った今日は、一人で待つんならこんなもんか。変わるのさ終わるのさ肯定、Yeah、求め続ける。カチカチカチ、つまり秒針もっと巻いてこう、深くなってしまいな天地か逆さまになる。なんでどうしてほらかすんだ、透明窓から見た景色をまだ覚えていなす、いっそ消えてなくなるだけのイエロー、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 さと間違えて靴目落ちた帰り、トゲ立つ救いなどないよ、限りあるなんてまだ思れず。